はい、ファッションドリーマーやっていきたいと思います。ミューズと仲良くなる編、これも何回目ですかね今日も仲良くしていきましょう。ちょっととりあえず今回はちょっと前回伝説を呼んだので、ちょっと今回はちょっと私ご飯ということでマジで意味わかんないけど私ご飯で行こうかな。いや、まあそうだね、そうだね、やっぱ私ご飯だよね。うん、いや、あのおじさまでもねいいんだけどね、なんかおじさまねなんか逆になんかおばさま作ってみるのもありなのかなってちょっと思っている節はありますね最近。うん、誰、こんな子いた？あ、いたわ。スノーね、前回失敗したのよね。ネオンカラーのコートね、やめない今すぐネオンカラーのコートっていうテーマやめない、本当に無理だと思うのよ。うん、ちょっとね、そう、これをねちょっと使っていくかと思って、そうコメントでもいただいてて、ネオンカラーって何ですかみたいな。でもコートでしょ、死んだよねってこう見ると意外と物が少ないんですよね。これカーディガン、またこれ似合うな、だいぶ似合いますよね彼女に。うん、これもカーディガンなんだよな、決してコートではないんだよな。コート私これしかないねえ、ネオンカラーってなんだっけみたいなね。あ、うん、なんかまあ、うん、うん、まあ別にいいんじゃない？いいんじゃないかな。ワンピースでも着せようかなって。うん。ちょっと待ってよ。まあ、いっか。ちょっと一旦全部の中から見ていくか。はい。中に着るものね。じゃあ中に着るもの派手にしよう、せめて。なんかだって、もう無理なんだもん。コートにネオンカラーがないから、せめて中ぐらいはちょっと派手派手ウーマンにしてあげるしかないと思うんだけど、え、派手派手ウーマン？ネオンカラーのワンピースとか持ってなかったかな？ないよな、ネオンカラーのワンピース。ネオンってなんだろうね。本当にね。あ、こっちの方が、まあ、とりあえず派手ならいいだろうみたいな精神なんだけど、まあいい、彼女あと1個でさ、ほら、溜まりそうだったから、もういいよ。なんでもいいよね。うん。大丈夫だよね。はい。そうだね。ピンク、ピンク。頭それなりに好きなの？好きなのもじゃあそれでいいよ。はい。でもカラーボーナスもらいましたから、うん、夏っぽいこと、そう、待ってごめん、夏っぽくはないと思うのよそれ、別に全然、どっちかっていうと冬じゃないみたいな、うん、夏ってな、冬よ、濃い、怖くない？ベージュ系の色がおしゃれな子で、はーい、頑張ろう。ベージュね、はい、男子のベージュすぐこれにするのやめなよね。でもさっきの子が冬っぽいコーデだったから、今回は夏にしよう。うん。シンプル。あ、なんかわかんない私、このさ、入れる方がおしゃれなのか、なんか入れてない方が、なんかいいのか、私、あ、なんか難しいよね、これね。夏じゃない、見てサンダルだけ、すごい夏なんだけど、冬よ来いって言ってる横で夏よ来いって言ってほしい。どうぞ。まあ余裕だよね、うん、そろそろ新しい人来ないかなって、うん、あ、ゴージャスありがとう、トレンド変わりました、変わったようです、トレンド。はい。誰だっけ？あ、そしたら廊下だ。おじいちゃん。おじいちゃんだよ。アラサーの人。アラサーな。アラサーちょっと若作りするか？いや、
でもさ、おじいちゃんって意外とこういう T シャツ着ません？てか待って、おじいちゃんっていう年齢ではないんだよね。でもちょっとおじいちゃんだと思ってやるわ。なんか、わけのわかんない突然、なんかお寿司の T シャツが着ちゃうのよ。ね。あ、でもコート似合いますね。本当に言ってるって。まあでも、使いたいのもこのお寿司。なんか作ったのはいいけど、今のところ一回も使ってないよね、お寿司ね。なんかちょっと、お寿司、お寿司。ああ、待って、下半身。ごめん、下半身履かせるの忘れた、ごめん。じゃこのままでも。うわぁ、お寿司がいいね。あ、こっちかな。あ、この、私、ダボっとしたパンツ。いや、でも、なんか、まあ、人によるけど、結構ダボっとした方が好きかな。いや、人によるけど、うん、スキニーの方が似合ってる人もいるじゃない。スキニー男子も割と好きなのは好きなんだけど。気に入ったお寿司。お寿司、そうだね、若く見られると思う。お寿司 T シャツ。あの、お寿司って昔いたよね。あれどこ行ったの？一時期なんかどこ行ってもいたんだけど、あの子気づいていなくなったよね。うわ、誰だっけ。最近来た子。あ、そう、ナノだ。ナノだ。はい。ナノダくんは、アクティブな雰囲気ね。アクティブ？え、これさ、使った人っている？私、一回も今んところ多分使ってないんだけど、どうなんですか、あの T シャツって。ねえ、待って、あのさ、男子さっきからさ、すごい地味なのしかできないんだけど、いいのかな。なんか、ちょっと本当に地味だよね。すごい地味。だってアクティブなんだもん。アクティブマンは変なものつけないよね。アクティブなんだから。はい。そのポーズ何？ねえ、そのポーズでさ、横目でこっちじっと見るのやめてよ。ちょっと怖いんだけど。結構怖いよね。誰だっけ？お休み中のカルムね。はい。なるほどね。え、シンプル？シンプルイズベスト？シンプル、なんかシンプルイズベスト多くないですか？さっきから。シンプルイズベストね。絶対シンプルね。ほんとね。言ったね。もうさっき横にいる、ちょっとこと同じ感じになるよ。いい？シンプルだからね。え、でも可愛くない？可愛いよね、結構。うん、そうね。またもう靴履いて、おしまいって。シンプルってそういうことよ、本当に。椅子履かなくてもいいかも。え、でもシンプルじゃなくない？厚底って絶対シンプルじゃないよね。あ、これシンプル、シンプル。はい。シンプル2000円って感じ。やばい、シンプル2000円って言って伝わんなかったらもう私泣いちゃう。伝わんねえよな。シンプル2000円ってプレステ2とかの時代でしょ。もう今じゃないよね。そうだな、シンプルだからな。これかな。嘘でしょ、ちょっと待ってよ。ね、シンプルじゃないこれ。あれか。あ、よかった。もっとナチュラルな上方をね。ちょっと攻めすぎたよね、ごめん。何でも T シャツでいいっていうわけじゃないよね。そうだよね。すごいんだけど、なんか。なんでみんなその並んでんの？もう街の体勢だよね、なんかね。フーディーを使ったユニークな。フーディーはね、わかるのよ、私。理解できるんだけど。待って、フーディーないかもしれない。あった、よかったね。ただユニーク、こっからユニークに持っていくのどうしたらいいんだ？ユニーク。
ユニークじゃない？チェック、こんななんかボーンってしたらユニークじゃない？これって切れます？切れねえよな、そうだよな。え、むず、ユニーク。あ、着てるんだ、これ一応。一応着てるカウントにはなるんだ。ま、フーディーの良さをね、1ミリも出せてませんけど、なんかその、だってフーディーってほら、ジャケットとか着た時に後ろから出てる感じがすごい可愛いみたいなとこありますから、それはちょっとできませんけど、いいんじゃないですか。だって、ユニークなんだから。ユニークって何ほんと。コスプレっぽいのがユニークなんだよね。おお、いいじゃない、いいじゃない、ちょっと。ユニークだね。ユニークという点では今誰よりもユニークよ、あなた。はい。やった。いいんだ。いいんだね、その頭のやつね。カジュアルな感じだ。まあ、ちょっと私の知っているカジュアルとはちょっと違うみたいなんだけど、まあ、世界線が違ったよね、なんかね。まあ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 。ありがとう。はい。あ、出た、リグレット。かっこか、出たよ。みんなちょっと好きすぎん？かっこかわいい。何？今、かっこかわいいがさ、需要あるの？そういうこと？需要だよね。かわいい。これ多分私ね、なんかベイビーな服着せて、なんかちょっとこう結構むちゃくちゃだなと思うんだけど、結構ベイビーな感じで、でもなんか足元はなんか真面目で、なんかちょっと頭はなんかどっちとも取れそうなものつけて、あ、ベイビーじゃない、ベイビー彼別にベイビーになりたいと言ってないよね。いやでもいいんじゃない、格好かわいいだから。ねえ。はい。笑っちゃうコーデだな。ね、ディスだよね。私もディスられたよね。うん。はい、ありがとう。本当に仲良くなれてる？私これテーマは仲良くなるなんだけど。慣れてます？大丈夫ですか？ねえ。怪しい感じですよ。うわ、出てる。こんにちは。はい。冬の話してる。私も冬の話したいな。パンチあるな、メンバーが。はい。チェック柄は真面目できちんとした印象ね。そうなの？チェックってそうなの？真面目の印象ではなかったんだけど、リラックスした雰囲気のコーデ。はぁ、苦手だ。なんかもう、クールなコーデみたいな、きっちりしたコーデは楽なんだけどね。リラックスした雰囲気っていうのはもう、そうね。だから、あまりガシッとしちゃいけないってことよね。こういうことかしら。リラックスじゃない？リラックスじゃない？リラックスなら、私が作ったさ、このさ、なんとも言えないカーディガン着てほしいんだけど、これどう？雲。可愛くない？これ。雲。黒い、なんかこの、カーディガンで雲って、まあ、使い道あるかなってちょっと思ったんだよ。意外とじゃない？あとはまあ、そうだな。また黒になっちゃう。ごめん。黒マンになっちゃう。いいよね。そうだね。耳地味なのにしようね。やっぱはい。いいじゃない。これカーディガンがいいよね。うん。とてもカーディガンがいいと思いますよ。はい。
続いて、お寒がりなゴールドがショールーム、え、何そういうパターンもあるの、初めて見たんだけど。あの子たちね、ショールームに現れるの。ちょっとショールーム行こうよ。今いる？もう帰った？もうかすかに帰ったかな。いたら面白いんだけど。え？みたいな。うちのショールームは虫まみれですけど大丈夫です。いるー。おるどうした？大丈夫？すごくおしゃれ。本当にありがとう。うん、ま、確かにうちのショールームにはあったかい服は置いてないかもしれない。うん。あ、それ着たいの？まさかの展開。なんか私のアイテムがって言ってるじゃん。だったら、マイブランドでちょっと締めようじゃないわ。決めようかな。うん、これだね。ねえ、スカートやばくない？私が作ったやつ。これか、これか、これか、これかだよ。無難に行くならこれだよな。足元もちょっとは作ってるから、本当にちょっとね。まあ、でも寒がりちゃんが着たいようなのはないかもしれない。ごめん。許して。これ何柄ですか、これ。謎の柄入ってますけど。帽子もあります。うちにはちゃんと。こっちですね。ちゃんとあるんで、アイテム。もっと作ろう、ほんと服ね。あ、かわいい。いいじゃない、いいじゃない。ねえ。すごい震えて心配になるけどね。寒いけど幸せよ。大丈夫、ほんとにね。大丈夫、不安だわ、私あなたのことが。写真撮ります？せっかくだから写真撮ろうかな。わざわざここ来てくれたわけだし。え、待って。寒がりなコルドをご来店に感謝。また来てね。また来てね。まあ、そうね。また来てね。え、どうしようかな。いい加減にしないよ、本当に。どういうことよ、これ。ちょっと、取りづらい。ちゃんと映る位置で取らないといけないからね。ダメだ、顔が。顔が隠れてしまう。頼む、頼む。上見て。なんで？ねえ、異常性があるよね、この写真。大丈夫ですか、この写真は。なんか需要がないと思うんですけど、あんまり。いいですか？ええ。はい。なんだ、この写真。謎すぎる。いいね、謎すぎていいと思うよ。うん。じゃあねー。なんかこのね、誰かが来てくれるパターンって私初めてだったからちょっと嬉しい。しかもそれがなんかあの寒がりちゃんなのもちょっと嬉しい。うん、やばい、もう8位はなった。ちょっとこれ以上仲良くないとどうするの。超レアなデニム、じゃこれマイブランド。ダメダメ、カテゴリー順なんだけど、待ってね、ボトムス。え、超レアでしょ？超レア、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。超レアはない。なんかもうね、普通ぐらいならあるんだよ、普通ぐらいなら。ね、君たち。友達は、あ、友達の紹介来ました。嬉しい、ありがとう。もっと紹介して。うん、頼むよ、本当に。あ、傘やっと売ってる。傘欲しかったんだ。
てか知らない間にコインがめっちゃ溜まってるね。魔法の書かわいい。買っとこう。あれだね。なんかこの、ルカッとしまくってると、溜まりますね。はい。仲良しフォロワー。はい。仲良くなりました。ありがとうございます。とても光栄に思っております。はい。ちょっと待って。デニムでしょ？デニムって、私デニムのなんかそのレアリティ高いあれはねなかった気がするんだよね。ちょっと見ていこうか。そうね、これちょっとオンライン繋いだ方がいいよね。これマジでオンライン繋いだ方がいいと思う。まあでもん、誰モダンなキヨコ。え、かわいい。え、かわいい。ちょっと待って。モダンなキヨコ。あんたちょっと仲良くなれそうな気がするよ、私。何？レアなものなんかないわよ。あ、でもアクセサリーのレアはあるかも。超レアでしょ？ 8 じゃダメ？何がいいのかしら。なんか10とかあった？アクセサリーで。ないよね。そうだね、アクセサリーの最大はごめん8だわ、うん、え、めっちゃかわいい。え、めっちゃ好み。なんかメイク、髪型、なんかもう全てがなんか本当にかわいい。え、めっちゃセクシーにしよう。ね、セクシーでしょ、絶対彼女セクシーよ。セクシーウーマンよ、どう見たってね。このビジュアルセクシーじゃないわけがないよね。うん。待って。ちょっとすごい当たり。なんかその、完全にね、面白枠ではないなって思うのよ。面白枠では。でもこの際も面白枠じゃなくてもいいわよ。これだけ、パンチ効いた人が来てくれたら。ね、ほんとうちスカートがさ、枯渇してるよね。スカート枯渇問題はでかいですよ、ほんとに。作りなさいって、もうそれはそう、うん、それはそうなのよ。どうしよう、これじゃない？うわお、これゆうたちゃんじゃん。でもただのゆうたちゃんを生成しているようなものよね。まあ、いいのよ、ゆうたちゃんなんか何人いたっていいんだから。たくさん出てくるのよ、ゆうたちゃんってね。紫いいですね。あのスカートのあのにね、紫ちょっと入ってますから。うわ、めっちゃ好き。はーい、優勝。うん、懐かしい感じのルックねって、あれかな、やっぱちょっと私のやっぱりこうおしゃれって思ってるものがやっぱどうしても90年代だからかな、そういうこと。うん、うわ、やばー、ちょっとこの子とめっちゃ仲良くしよう。テンション爆上げ委員会なんだけど、どうしよう。ねえ。めっちゃテンション上がった。地味。ちょっと場所移動するか。なんかさ、一番最初のところ行く？久々に。結構久々じゃない？全然行ってなかったかも。なんか懐かしく感じるもんね、もはやね。はい、どうした？友達？友達じゃないのね、うん、友達紹介してくれ、頼むよ。あー、アイカラーだって。へー、ありがとう。なんか売ってる？傘売ってるわ。はい、こんにちは。今後さっき失敗したからな。カジュアル、カジュアル、カジュアルって言われたら私ワンピース着せちゃう傾向にあるんだけど、やっぱカジュアルワンピっていい言葉もありますから。カジュアルでしょ。うわー、カジュアル、とってもカジュアルじゃない。うん、何か着せた方がいいですか。上、
カジュアルな、カジュアルだけどなんか違うかな。あー待って、可愛いかもしれない。うん、でもカジュアルよりちょっとガーリー寄りになっちゃいますね。あ、まあちょっとそうだな、カジュアルだ。まあなくてもいいかな。うん、椅子白とか。いや可愛いんだけど、あ、これだ、絶対こっち。いやこれでしょ。いや色的にはこっち使いたいな。ただまあ合ってるかどうかって言ったらちょっと、まあ、ノーコメントということで、なんかあのちょっとコンビニまでって感じ。うん、で私多くない、ちょっとコンビニまでこうで。すぎるよな。もうちょっとスニーカー欲しいよな。地味。すごい地味。まあいっか。いいよね。はいどうぞ。待って待って、また人が来てるよ。ちょっと行かなきゃ。ちょっと忙しいね、ちょっと。なんかすごい来てくれるんだけど、今日どうした？なんかそういうターンなのかな。ありがたいですけどね。あ、仲良くなってるって証？でもスノーとはそんな仲良くないと思うんだけど。私、あなたとそんな仲が良かったっけ？来てみたいの結構難しいところよ。嘘でしょ、それなの。ちょっと待ってよ、マイブランドで締めますけど、自動的に、あ、でもまあこれでもいい、これにするか。じゃあまさかの展開だよね。あー、かわいいかわいい。うわ、かわいい。絶対なんかこういうね、帽子の方がかわいいよ。やばいやばい、見て。こいつ何個リボンつけんだよみたいなね。やりすぎ？まあ、いっか。はい、どうぞ。ちょっとなんかすごいな。よし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 。で、写真撮ろうか。はい。でれでれん。ブーン。あれ？ブーン？あれ？あれ？なるほど、距離的な問題なの？え、待って、ちょっとさ、ちょっとこれぐらいの位置にして。おお！何これ、ちょっと枯れ可能な感じの距離感じゃない？ここでアイテム使うのは違う気がするんだよな。キャは違う。オラオラでもない。モデル風意味不明じゃない？いや、ワンチャンあり。いや、なしか。わけわかんない。あ、こうすればいい？いや、こうか。身長差が、身長差がありすぎて、ちょっと。ポーズ直せって、それはそう。ちょっと、でも、なんか、アレミっぽくない？なんか、MV っぽい。なんか、その、
男女デュオの、ちょっと、ぽくない？よい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 。え、なんだろう。なんか時代で言えば青山テルマみたいな。あ、ジュジュと誰かみたいな。古いのよ、出てくるバードがね。ごめんなさい。そういうノリですよ、今のは完全に。え、良いね。ここのガチャって。ちょっと待って、あと1枚溜まったら引けるんだ。そっか、引きたいな。君誰だっけ？あ、出てる出てる。とっておき情報か。はい。まあ、ありがたいけどね、情報もね。あ、出た！もう大好き。はい。めっちゃ良い。本当に良い。あ、それがいいの？ OK、任せて。うわ、かわいい。ちょっとこういうさ、ちょっとありだよね。うん、あり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 。なんだっけ？それなら何でもいいんだもんね。あ、良いじゃないの。ほら。ちょっとなんかガーリーだよね、今回はね。うん。よし。あ、かわいい。ね、ひいきしすぎ？この人のことちょっとひいきしちゃうだし。え、すごく好き。なんか。あ、かわいい。え、いいわね。うん。このいちごがそんなに似合うのあなただけよ。良いですね。よし。こっち行く必要ないよな。そうだよな。バイバイ。もうやれるよ。やろっか。はい。あ、はい。ちょっとわかんない。おしるこが食べたいときにこそ、喫茶店に入って、ジンジャーエール。ジンジャーエールでもないの、ね、ジンジャーエール。ジンジャーエールを頼む。難しい問題よね。ジンジャーエールって誰？メガネでレアってむずくない？そんなにみんなメガネって所持してます？666666665。うわ、6までしかないです。うちには残念ながら。え、6でもいいですか？なんかちょっとむずいです。むずいですね。これ、レア順とかできます？レアリティ順。これ、いいじゃない。レアリティ順で、じゃあ今回分かった。彼女は、ちょっとやっぱレアリティの高いものがお望みのようだから、ちょっと、レアなものでね、ちょっとコーデをしていきましょう。初めてのパターンじゃない？レアなものだけを身につけさせようみたいな。そう、試みですよ、これ。いる、いる、いる、いる。こういう子いるよね。うん。いる、いる。良いじゃない、良いじゃない。はい。あ、よかった、いけたみたいです。よし。もう彼女に褒められたらそれでいいわっていう。いや、なんか多分みんなさ、それぞれ推しいると思うのよ、この。なんかね。でもその中でも私はやっぱ彼女がちょっと本当に。いや、今ではね、やっぱちょっとなんでここ入ったんだろうね。なんか宇宙人くんとか、セクシーな人とかね。でしたけど、あ、もういけますよ。どんどんいけるね、彼女。はい。まあでもモダンって確かに来ちゃう。ゴージャスレッド。レッドか。ゴージャス、そうだな。なんだったら嬉しかったの。ゴージャス、ブラック出たよ、友達。よし。ナイス。
結構ハート出てる子がいっぱいいますよ。ありがたいですね。はい、冬も来てるのよ、現実だと。すごい寒いの、本当に。今動画撮ってる時、私、私、末端冷え性マンなんで、足がもう冷たくてしょうがない、今。はい。とっておき情報ね。はい。まあ、型紙は嬉しいですよ、素直に。うん。あとは誰かいるかな？おー、出てる出てる。はい。とっておき情報でした。はい。アイライン。まあ、ありがたいかも。うん、出た早口言葉ウーマン。やっとこう。死守したシチュー試食。死守したシチュー試食。死守したシチュー。毎回早口言葉ありがとうね、本当に。ユニークな雰囲気のコーデ。はい、簡単です。これじゃないですか？いや、無理。これをどうやって着せればいいかわからない。これだ、ユニークだよ。これ着せることないだろうなと思ったのよ。まさかここに来て着せることになるとは。ユニーク。でもユニークな下半身って何ですか？やばいよね。さすがにやばいと。やばいよね。これぐらいに留めた方がいいと思うな。いくらユニークとはいえ。ちょっとこれあれですね。カテゴリーにしてユニーク。あのクマのやつとりあえずつけようか。クマ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 。あれクマどこ行った？はいクマ。足か。ユニークな足。パワーワードでしょ。ユニークな足。これでしょう。見て、後ろから見るとすごいユニークよ。うん、あとはユニークな、いや、これはダサい。とてもダサい。これでいきます。でも彼女は着こなせる実力を持ってると思う。うん。やっぱシチューを死守しなきゃ。うん。いつも忘れるけど、彼女ってそっか、アナウンサーになりたいんだよね。この服ダメだ。ごめん。さすがにゲームオーバー。アナウンサーになりたい人にさせる服ではないよな。本当にごめんね。こんにちは。さあ、新しいそのお友達紹介で来る人は誰だろう。チラチラ。ウォーウォー言うてる。何この人。ひどい。歌う。ウォーウォー。ウォーウォー。何ウォーウォー。レアなローファー？終わったよね。ないってレアなローファーなんてうちには。これ、でも7だったら多分レア判定してくれるよね。すごいね、なんか。何がとは言わないけど。じゃあ、レアでまとめるね。はい。ダセえ。ダセえよ。なんかダセえよ。何かわかんないけど、なんかダサく見えるよ。でもこんなもんかな。レアだよね。うん。いや、歌うウォー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 言うてる。ああ、来ましたね。ちょっとヤバめな人来ましたね。ちょっと、ある意味嬉しいよ。ちょっとヤバめな人が来てくれたってことは、ちょっと望んでる節ありますからね。ヤバめな人ありがとう。ちょっとあんまり関わるのはちょっとやめようかなと思うけど。ウォー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 言うてる。
誰やろうかな。ねえ、ウォーウォーさ、自己主張激しくない？ちょっと。嘘だろマジか。ウォー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 。まあ、いいんじゃないですか。まあまあ、いいんじゃない、うん、ちょっとボー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 うるさいですけど。今回こんなもんですかね。ちょっといつになったらね、その本当にもっとやばい人出てくるんだろうみたいなね。ちょっと動画外でも多少いじろうかなって。あのびっくりマーク出てると嬉しいですからね、もっとね。あ、いた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 。はい。うわー、友達じゃないのか。お友達紹介望んでるんです私。やっぱ人数が増えてきたからかな。やっぱカラスとかに会う機会がちょっと減ってきているのはちょっと有識自体かなと、ね、ちょっと有識自体じゃないですか。あの男ずっといるんだけど何。え、モダンちゃんはもういない。モダンちゃん、モダンちゃんもう一回ぐらいやりたいんだけど。モダンちゃんいないわね。モダンのモの字もないわね。あ、そう、モダンちゃんいない。いないみたいですね。じゃあ、取り巻く、今回この辺で終わりましょうか。また、そうですね。ちょっと、コツコツやっておこうと思います。あ、いたモダンちゃんおったわ。じゃあ、ラストモダンちゃんやって終わります。はい。シンプルで、え？シンプルで飾らない雰囲気来たよ。終わったかもしれない。どうしよう、モダンちゃんをシンプルーマンにするなんて私には難しすぎて。え、だって見てメイクシンプルなわけなくない。うん、シンプルとは結構かけ離れたところの存在だと思うんだよね彼女って。シンプル、こんな靴似合わないわよ。あなたにはちょっともったいない気もするわよ。仕方ないわね。でもね、シンプルがいいっつってんだからね、うん、そうね、シンプル、ただのストッキングはシンプルじゃないですか、だいぶ、うん、そしてシンプルな、もうただのカーディガン、シンプルですね。うん、そしてシンプルマンがですね、あ、でもいいんじゃないですか。さっきも着てたんよな。でもなこっちはかわいい。いや、これか。よし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 。いや、かわいいですよ。うん、うわ、後ろが気になる後ろ気になるな、あれね。よし、ということで本日はどれぐらい増えましたかね、いろいろと。いや、でも見て、フォロワーがもう3万人超えましたよ。そんなんじゃない結構。うん、ということで、この辺で終わりたいと思います。また次回、そうですね。まあ、ちょっと本当に、コツコツ、ちょっと動画外でもやっていこうと思います。はい。ということで、これで終わりたいと思います。うん、バイバイ。